自転車プロローードレース選手指導者である1990年代に欧州で活躍現在はチームニッポ・デ・ローザのコーチを務める傍らチームユーラシアの監督としてベルギーを中心に活動している中学生時に自転車の機材としての興味を持ち高校生時からロードレースを始める早くから日本トップクラスのレースに出場し活躍する 1990年に全日本アマチュア選手権で2位になり、世界選手権の出場資格を得るがこれを断って欧州へ渡る。ベルギーを拠点として、クラブチームに所属しレース活動を行う。1991年にプロチームのモトローラと契約するが、あくまでスポット契約だったため、まだ主な出場レースはアマチュアレースだった。1995年に、 トーニサス・タイナーと契約を結び本格的にプロ選手としての活動をスタートさせる。この年、全日本プロフェッショナル選手権で優勝。1996年はツールド、沖縄で優勝。1998年にも全日本プロフェッショナル選手権で優勝するが、この年体調を大きく崩して入院。以後は日本に活動拠点を移すことになる。 1999年にチームブリジストアンカーに移籍。体調を少しずつ取り戻し、ツールド、北海道において第3ステージ勝利、さらに個人総合優勝を飾った。2000年のツールド、北海道第3ステージでも勝利を飾る。海外活動も短期ながら再開をする。2006年にはマトリックスパワータグに移籍。 2008年の全日本選手権個人タイムトライアルで3位入賞。健在ぶりを示している。2009年にチームニッポコルナ後に高知県任という形で移籍する。2010年にはチームユーラシアの監督に就任した。自身のバイクブランド、フロムズバイクを創設。フレームやハンドルバーなどを販売している。また、自転車ロードレース初心者から、 アマチュア上位クラスの選手を対象としたクラブブラームスも設立している。ありがとうございます。